はようございます、釣り子 TV です。これジャクソンのねロッドエッグ、これね、あの各 SNS とかで出ていて、出たらね1個買ってみようと思っていたんですけども、いよいよね釣り具屋さんに並んでいたので1つ買ってきてみましたよ。こんなね丸っこい感じで、で1個ね600円ね、ジャクソンのですね便利アイテムっていうことで買ってみました。っていうのは結構ね、あのコンパクトロッドとか、あとは釣り竿ですね、そういった竿をいっぱい持っていると発生するのが、こうロッドの固着、結構ねギューッとねすっぽ抜けないように力強く入れていると、そこがなかなか抜けなくなってしまったりとか、それでね、まあ、これと似たようなものとかもね好きでね、いろいろどんどん集めたりしてるんですけども、今までは例えばあのロッドベルトとかをねくるくるくるって巻きつけて、それでなんとかねその固着しちゃったロッドを縮めたり、はたまた抜いたりしていたんですけども、それ専用のアイテムがあるんだったらね、これぐらいの値段で買えるんだったらぜひ持っておきたいな。でそれ以外にもねちょっと使い方があるよっていうことなんで、早速ねどんな感じか開けていきたいと思います。はいはい、こちらの留めを取って、セロテープみたいなのついてますね。でここを取れば、はい、出てきました。あ、へえ、あーそっか、どんな硬さなのかね、SNS の記事とかで見るとイメージがつきづらかったんですけども、結構ね丈夫、これねジャクソンって書いてありますけども、この穴の具合が結構いろんなサイズね、細いところから徐々に太くなっていって、最終的にはこうね開くね、このシンプルな形の中にいろいろね使いやすそうな感じでね、まとめられているなね。で説明書みたいなのがあるかな、使い方と、あ結構シンプルにこれだけですね説明書は。ですねちょっと見ていくと、強タクエラストマー素材、使い方は無限大、ロッドの継ぎ目が固着してしまい抜けなくなった時のお助けアイテム、エラストマー素材でロッドとの接着性が高く力の伝達にロスがありません。また柔らかい素材を生かしてロッドベルトとしても使え、一般的なロッドベルトとは違い、ロッド同士が触れ合わないので、傷がつく心配がありません。その他、堤防での置き竿や車載時のノイズ軽減など様々な用途で使うことができる便利アイテムですってこと。あ、そっかそっか、ロッドベルトをロッドベルトでいいじゃんと思ってたんですけど、この個別の部屋にそのやることによってカチャカチャね、アートでやってみますけど、ぶつかることがなくなるんですね。はい、ではねちょっとね一個ねロッド用意したいのがあるので少々お待ちください。はい、これねモンスターキスの、バリトゥードの MV65 っていうですね、非常にまあ便利なコンパクトロッド、モンスターキスの竿なんですけども、実はね結構これが硬くなってて、それでこれの前にあの前紹介したんですけども、こういうのも買ってるんですよね、ロッドセパレーターっていうことで、まあ使う用途は似たような感じなんですけども、これを1個購入して、そんでねこれ取ろうかなと思ったらなかなかね力が入りづらくて、なんか2個似たようなものが欲しいな、このロッドセパレーター2つ買おうかなと思っていたんですが、ちょうどいいタイミングでジャクソンのこの気になる商品が発売したので、これとこれ2個使えば結構強力な、こちゃこれねほんとねちょっとね硬くなっちゃって、そんでこれが結構ロッドセパレーター細いところにはねはめ込みやすいんですけども、ちょっとね、違う番手も欲しいなと思って、これね買ってみて、この早速大きいところ、あ結構ねはめやすいのと、まあ用途は似たような感じなんですけど、これ力入りやすいからいけんじゃないかな。ちょっとやってみますね、もうちょっと細いところでやった方がいいかな、力のこれでギュッと巻き込む。
りして、ああー、回った、よし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 、おお、結構久方ぶりなんですよこれね。実はね、俺抜けないでもうワンピースとして使おうかななんて思ってたんですけど、このねロッドセパレーターじゃなくて、こっちはですねロッドエッグですね。ロッドセパレーターでもまあこっちのね細い方とかはやりやすいのかなと思って、でもねちょっと1個だけだと力が入れづらかったんで、かといってこのガイド部分とかねあんまり触れながらやりたくなかったんで、まあ、片側にこれかませてダブルスタンバイだったらどうかな、いくかな、あ、いきそう、あー結構硬いの、このダブルのね感じだといきそうですよ、いやいや、おお、いやー結構ね久しぶりなんですよこれね、ダブルあるといいね、はい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 。じゃあね、ここの次手ね、そんで、まあ、こっちはね単一の太さで、こっちがせっかく太さによる設定が変えられるからちょうどいいところ、あー、この1個違うところ使ってみようかな、これでギュッと持って、でこっち側はこれ組んで、あー、よし、おーおーおー、ガイドとか痛めることなくですね、無事に外せていってますね。こっちはこんな感じかな。このガイドのとこ持ってねギュッてやりたくないですね、ここのスレッドとかにねちょっと気づいて、細くなってきたんで結構下から2番目ぐらいのところに組んでみようかな、ね、こんな感じでどうでしょう、よし、あ、ここは結構ね楽ちんでしたね、はい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 、あー久しぶりにねコンパクトになりました。結構ね海とかで使ってて塩が混じっちゃってたのかね、だいぶ固く固着しちゃってたんで、まあこれからはね、今回はねこのロッドエッグ、そんでね、ロッドセパレーターの方も持ってるんで、こういうね、2つがあるとちょうどいいのかなっていうところと、今見てて思ったんですけど、せっかくのこういうコンパクトロッドね、これ普段のロッドベルトとかで束ねてるんですけども、確かに旅行中とかね、まあ余ったパンツとかでギューって押さえつけてないとカチャ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 なるなっていうのがあったんで、これの使い方その2で、例えばそうですね、この太い方から順繰りにこの柔らかい素材にね、もうこんな感じかな、まあ、あら、いいね、これ2つぐらいあったらより強固に、そんでイメージとしてはエラストマーって書いてあるからもっと柔らかいのかなって印象なんですけど、結構力が入りやすくね、硬い、まあ簡単に言うと硬い、だからこのなんだろう、 SNS とかで見てこうやって保持してもなんか頼りないんじゃないのと思ったんですけど、結構ねこういう感じでしっかりめになってて、で確かに、カチャカチャなんない、まあ、この分にはねカチャカチャなんないんです。そしてまあね、どうだろう、俺の場合これとこれのセットで使ってますけど、600円でねロッドエッグ2個で2箇所で保持すればさらにカチャカチャなんないかなっていうのと、ね、まあグリップどうしようかって話で、さすがにグリップまでは入らないけど、もう1箇所ね穴あるにはあるんですよ。まあ、無理はしないでおきましょう。はい。っていう感じで、こういう使い方もできちゃう。ね。そんな感じで、まあ今回はね、こっちね、前回買ったロッドセパレーターと、今回ロッドエッグ。これを使ってですね、久しぶりに、もうワンピース化しちゃってた、固着していたロッドが、
分解できたのと、あとはこれの売りである、そうですね、こうロッドベルト代わりにもなるって、これもね確かに結構硬いから確かにっていう感じなんですよね。で下の方に書いてあったのは、例えば置き竿とかするときにロッドにブランクに傷入れたくないなーなんて時にこう置けば、ここのね部分がガードしてくれて、置き竿の時なんかのロッドの傷防止なんかにも確かに役立つかなね。あーこれね、コンパクトロッド使いとか、あと2ピースロッド好きだよなんていう人には、便利なアイテムじゃないかなって。ほんと軽量だし小型だしね、まあこういういろいろ各種ね便利グッズがあるんで、今後のね、釣りなんかにね1個ねこれボックスとかに入ってると、現場であー畳めねーなんていう時にね絶対役に立ってくれそうなので、いかがでしょうか。ということで、本日の釣りこう TV はですね、ジャクソンから新登場のロッドエッグ、これで固着したロッドを、外すことができたよって、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。